学校法人名城大学学校法人名城大学は愛知県名古屋市天白区塩が巻一丁目に本部を置く学校法人である。参加に名城大学と名城大学附属高等学校を持ち、いずれも在学生数は愛知県下一位を誇る。昭和20年代後半から昭和30年代前半にかけて、 日本の教育史上稀に見る大規模な学園紛争を起こしたため、解決のために2年間の次元立法が施行された歴史を持つ。この法律に基づき文部省が調停に入り、紛争は終結したが、その結果、学園創設者の田中十一一族は追放され、東京工学院専門学校は分離独立することとなった。キャンパスとして、 名城大学の学部大学院を有する、天白キャンパス、ヤゴトキャンパス、名古屋ドーム前キャンパスの他に農学部附属農場を有する、春日井キャンパス、名城大学附属高等学校を有する、中村キャンパス、日清総合グラウンドを有する、日清キャンパス、遠州林を有する、瀬戸高地、その他に、旧キャンパス跡地で、学校法人、 神の学園に土地と建物を対応する土地が存在する。ありがとうございます。